ビールの最初の、いや美味しいですよ ね、 ね、もう僕はやっぱり高校の時の印象が、ファンの方多分すごい強いと思うので、うん、さっきもあの悪いって言われたんですけど、うん、あもうこんなに大きくなったんだねって言われてプロ野球で11年やったのに、そっか、でもまだやっぱりあの時の印象が強いんだと思って、うん、僕もつ煮込み、いいですね、小さい時から好きなんだよね。もつ煮込みですか。そう、おしゃれですね。そう、お父さん今更なんですけど、うん、大輔さんって呼ばせていただいてもいいですか。なんかあの周りの人たちみんな大輔さんって、大輔大輔って言うじゃないですか。なんか羨ましいなと思って。何でもいいよ、もう。ありがとうございます。もう大ちゃんでも何でもいいよ。大ちゃんは呼べないです。初めてお会いした時に、うん、グローブくれたじゃないですか。あげた、持ってった。そのグローブ僕今日持ってきたんですよ。すごいですか。いや懐かしい。僕でもこれいただいて、うん、もちろん一回も使えずずっと取ってあったんですよ。マジで。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。確かに、すごい。いや久しぶり見たよそれ。すごくないですかこれね。ほんと向こうに行った時のあの最初に使ってたね、はい、形だよね。ボールもあります。ボールもあります。大輔さん高校時代、うん、モテましたよね。いや別にモテてはいないと思う。いやいや、モテる選手は他にいたと思う。いやいやいや、うん、いや、たくさんファンレーターとかもらったよ、はい、もらったけど、はい、それはまたね、なんかモテるとは違う。あの、まあ、斉藤君もたくさんファンレーターもらったと思うけど、それはもう完全に俺とは絶対違う。いやいや、そんなことないです、うん、こっちは完全にモテる。いやいやいや。絶対モテたよ。そうっすでしょ。やっぱり野球を引退されたとは言っても、うん、大輔さんのことはやっぱ憧れてますし、これからもそのいろいろお話聞かせていただきたいなと思うんですけど、うん、この関係性っていうか、うん、これから続けていっていただけますか。あ、いいね。またね、これからまた違うところでね、はい、なんで今日話せなかったところだね、はい、話したいし、はあ、お互いこれから新しい、ね、道に進んでいく中で、はい、やっぱどうしていくのか気になるしさ、はい、ね、もしかしたら一緒に何か、ね、できることもあるかもしれないし、ね、はい、ね、野球場も一緒になんかできたらいいなと思ってね、はい、だからこれからちょっとね、2人で会ったりしてご飯食べに行ったりね、飲みたりする機会増やしていきたいね。ぜひ、うん、ありがとうございます。いえいえ、こちらお願いします。ぜひお願いします。先輩後輩ってなかなか厳しい。あ、ご紹介したね。厳しい。そうですよね。それで言うと、僕だ店の外で待ってるの。ああ、そうですよね。じゃあ、こんにちは。久しぶりだ。お久しぶりです。いやでもアメリカで もう大スターじゃないですか。いやいやいや、そんなもうすぐ言われるんじゃないですか。大好きとか言って。こっちは完全にモテる。いやいやいや。絶対モテたよ。そうでしょ。二人しか分からないね、こう感覚とか気持ちとかって絶対あるだろうなと思って、はい、うん、すごっ。おいしい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。またぜひお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、CM の撮影の方はひとまず以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。